青森県古所川原市飯爪。昔、下の切街道と呼ばれていた県道26号線は、中世から存在していたとされる幹線道路です。この街道は、志浦から中里、金木、飯爪を通って、藤崎、弘前へと抜けます。現在でも、大泉寺、法輪寺、浄円寺など、古い歴史のある寺院が立ち並んでいます。戦国時代の飯爪は、港と都市を結ぶ交通の要所であり、都市的な役割を果たしていた町場であったと考えられています。下の切街道を山手に登っていくと、飯爪城跡が見えてきます。別名、高建城とも呼ばれた飯爪城は、孤立した 58.8 メートルの飯塚山に築城されます。飯爪城は、興国5年、1344年、朝日影房が波岡の北畠氏の配下として、津軽の守りを固めるために築城しました。石垣を築く代わりに、高地を段々畑のように切り崩し、周囲を堀で固めた本城を中心とした平山城です。現在、西建の跡地には、昭和51年に建造された飛鳥の家という、かつての城を意識した建物を見ることができます。リンゴ畑を抜け、うっそうとした木々の中を登っていくと、一番高いところに位置する主閣跡に突き当たります。その奥に、ひっそりと立つ昇魂碑と石碑を見ることができます。築城から240年間にわたり、領民統治の場とされた飯爪城。しかし、天正16年、1588年に、大浦為信は水脈を断ち、飯爪城を攻め落とします。10代目城主、朝日行康は、ぬかづか川に鎧兜を捨て、逃れようとしましたが力尽き、家来ともども自害して亡くなったと言われ、現在でも鎧止めの名が残っている場所があります。こうして、大浦為信の17年間にわたる長い戦いは終わり、津軽統一を果たしたのです。